いやあ、先生のケースだよ。今回から、私とあいつの24時間戦争っていうゲームをやっていく。このゲームはね、真面目系女子の主人公の女の子が、勉強は得意だったのに学年2位になってしまって、それで学年1位になってしまった、不良系男子に物理的攻撃、恨みで物理的攻撃を仕掛けていたら、反撃されて戦争状態になっていくというゲームです。意味わからんでしょ。公式サイトにあったストーリー説明欄の文章を読んで俺が解釈したはそんな感じですよ。まあ 100分は一見にしかずってことで、ニューゲーム早速やっていきたいと思いますんで、まあ見てどんなゲームか確かめてください。やります。いきなりすごい展開から始まってる。春秀才高校、めっちゃ走る。なんかすごい走り方が雑なんやけど。お昼休み廊下。おい、校内で爆弾爆発させようとしてる。させてるやん。まあ物騒な学校になってるよ。くっそー、こんな時に道いっぱいで広がってんだよな。この女の子がかすみちゃん、さっき言った女の子だね。真面目系で勉強は自信があったのに学園2位になってしまってる、ね、女の子がこの子。逃げてんじゃねえよ、おら待てや。この子がさっき言った、学年1位になった不良系の男子ですね。なんか見た目かっこいいなや。公式サイトにもイケメンって載っとったけど、やっぱかっこいいな。なんか学生生活しつつも裏で、殺し屋スナイパーとかやってそうな感じの男やな。偏見かな。しつけんなあの野郎、追いつかれる。何としても逃げ切らないと。いや、やるしかねえか。一応やってみっか。ちょっと孫悟空入った。最後ちょっと孫悟空っぽいこと言った。移動は十字キーもしくは移動先をタップで実行できます。ミッションタイム、 Are you ready? おい、矢印まで逃げろーとか言うてですね、何の説明もなく何の説明もなく始めさせてもらいます。操作してないせいで、この主人公の女の子がムーンウォークの練習してるような感じになってます。要はこういう丸のところを押したらこうピョンって飛ぶらしい。でこういう感じで進んで、これでクリアかな。ミッションクリア。待てよ、おら逃げ足の早い野郎が。どけや、邪魔なんだよ、広がってんじゃねえクソが。いや、今し女の子のところ、二人の女の子のところ下のスペースあったけん、そっち通ってあげればよかったのに。私とあいつの24時間戦争。いきなり戦争状態が始まったな。時は少し遡り、教室4件目、数学できました。多分合ってると思いますけど、あ、マジだ。なんか普通に読んじゃったけど、さっき声高いよ、声で読んだったのに。うん、正解だ。さすが水根だな。これね、水根って読むんですよ皆さん。俺漢字スキルないから、普段だったらこれ水根とは読まんと思うけどな。水根って呼ぶって分からんと思うけどね、ちゃんと公式サイトで名前調べてきたやんでね、読み方調べてきたんでるね。ちょっと読めますからね皆さん。いやー、まさか本当に解かれるとは思ってたから、すべえマジかよ、やべえ天才やつ、天才や天才やつ。その一回や、絶対ネットやってるなお前今言うたやつと終わりだな。じゃあ次の授業はここから始めよう。じゃ、号令。な、一つちょっと突っ込んでもいいかな。なぜここにおる生徒みんなさ、地面に足めり込んでんのこれ。地面に足めり込んでるでお前ら。どんな過酷な状態で授業を受けてんのお前ら。起立、礼、ありがとうございました。お昼休み。お昼休みまで地面に足めり込んでるな、こいつら。おい、まだ行かねえの？
とっくに中間テストの結果を這い出されてるぞ。うるせえ、入学して最初の頃の中間テスト、いい順位だって頭いいやつでお前ないだけだろ。いや別にどうでもよくね。まあでもくっそ難しかったしな。秀才高校だからな。これでさ、秀才じゃない生徒ばっかだったらさ、えってなるからね、秀才高校。ヘラヘラしてんじゃねえよ、今回はそのテストで満点が出たって噂が。水出さんじゃ、水出さんじゃねえの？中学時代から、そうです、よく聞くしよ。中学時代から頭いいってことは有名なんじゃ、この子。水出、かすみ。ジムリージャーじゃない方の、かすみ。うれ、だからなんだ、ここは高校だ、俺が、俺が。どうした？ああ、すみちゃん。いる？いるね？やっほー！おお、この手の上げ方、慶応の平沢優衣が、とりあえず、慶応部に入ってみましたって言いようような感じやな。ちょっと出ちゃぶった。ダブったわ、これ。テスト結果出てるよ。早く見に行こう。水根あかり。VTuber じゃない方のあかり。名字で分かる通り、姉妹なんですよ、この二人。このあかりっていうのが姉で、さっき出てきたかすみちゃんが妹で、その妹のかすみちゃんの方が主人公です。お手したいような手の出し方だな。ちょ、間違えた。ちょ、あかり、びっくりした。他人のクラスで動いたすなよ。相当ビビりなんやな。もう大声出されただけでこんな涙目になるって相当ビビりなんやな、かすみちゃん。あれの水根あかり。なんで？いいから結果見に行こう。すみちゃんは絶対1だよね。公式サイトで見たんですけど、このあかりちゃんっていうのは姉で、妹よりは勉強できないんだけど、一人当たりが良くて人気者っていうキャラクターらしいです。そういうことをみんなの前で言わないでよ。ま、誰にも負けるつもりはないけどんだ。うわ、ブラックかすみちゃん、ブラックかすみちゃん出てきたよ。うわこれ裏では自分以外のみんなクソじゃんみたいな感じで思っとるタイプのやつじゃん、お前。デスノート見つけたら真っ先に使うタイプだな。いやー、本当に自慢の妹だな。あんたはいろいろ気楽でいいね、まったく。でもね、これぐらい気楽に、気楽にさ、おらんかったら人生、後々使えることばっかりやけんな。気楽な方がいいんだよ、もう身構えるよりは。おばあちゃん、無邪気でちっちゃくて、かわいいな。お前は、にわけだな。俺は、妹に罵られたい。あ、そういう性癖のタイプのやつか、君は。ちょっと引いとったじゃないか、お前。正面の友達引いとったぞ、お前。ざわ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 。カイジみたいなざわざわ流れてる。なんだ、こいつら。天才かよ。ざわ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 。すみちゃん、行け！君がナンバーワンだ！ちょっとベジータ入ってる。テンション上がりすぎてベジータ入ってる、この子。私がナンバーワン、勉強では誰にも負けないんだから。優しさ、水根さんよ。ああ、うわ、藤井亮、お前500点、全教科満点だよ、お前。5教科だろ、これ。 5教科の点数だろ、お前。これでさ、9教科でこれだったらさ、秀才高校全然秀才じゃないぞって話になるもんな。満点や、バリバリ満点取ってる藤井亮。やめろ、その顔。ダメージでかすぎる。ダメージがでかすぎる、お前。すみちゃん、しっかりしろ。立ち上がれ、かすみ。すごいな。満点か。あはは、参ったな。
意識言ってた、助けてくれ、頼むお前マイペースやな、お前ここはさ、てっきりさ、慰めるんかなと思っとったらさ、自分の心配し始めた自分の心配始めた、いきなりお前、こいつそういうキャラだったか、お前ごめん、今はそういうところじゃないから。てか別に明かりはそのままでいいじゃんおい、見えねえんだけど。あ、藤井亮。え、あれが？わざわざカメラ目線になってくれたな、わざわざカメラ目線になってくれた赤井ちゃん、いいこと思いつきました。やめろ、お前みたいなキャラクターがいいこと思いついたとか言うたら大体悪いことに発展していくんだよ。へいへい、藤くん、ちょっと私に勉強教える気はねえよ、とっととうせろ。いやさ、さあ、させたですよね。スイちゃん、無理無理、藤くん超怖えよ。それ声かける前に気づかんかな。めっちゃ冷や汗かいてるやん、お前。んだよ、あいつ気取ってんだよないや、姉妹揃ってめっちゃ汗かいてるな、顔に、お前らちょっと汗かきやすいタイプな、お二人とも。そういう体質のこと思えた。ざわざわ、ねえ、ちょっとかっこよくない？私好きかも。ざわざわ、そうだよな、意外とこういう不良が燃えたりするんよな。これイケメンだよもんな。イケメンでね、けどこういう不良ってさ、結構優しくいときは優しいんだよな。俺の経験論っていうか偏見かな。勉強ができてイケメンで、はぁ、クソか、せめてブサオであれよ。すごいこと言ってる、この子ここだけすごいこと言ってる。あさあ、不良のくせに勉強ができてイケメンだからって女の子二人にサンドイッチされるなんてもう羨ましいな。ねえ藤くん、満点とかやばくない？すげくない？次の移動教室で隣になろう。藤くんならめっちゃ心強い。どいつもこいつも、わあ、羨ましい、羨ましい。勉強という唯一のアイデンティティを奪っただけでは飽き足らず、モテモテなところを見せつきやがって、藤井亮。イケメン君は床でも舐めてな。こけた？ざわ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 、あの藤井君がこけてる。すごい無様なこけ方してる。このお尻がちょっと上がった無様な倒れ方してますからね、これ。ギャグ漫画の倒れ方だ、お前。ギャグ漫画日和で、消毒大使がやりそうな感じの体勢。あいや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 だっせー。なんかこいつの方が悪みたいに見てきたんやけど。こいつの方が不良みたいに見てきたんやけど。おい、そこのクソチビ。何の前だ。ああ、そりゃ怒るわ。そりゃ怒るわ、お前。これ悪い。りょうくん何も悪うないわ、これ。ひえ足引っ掛けて、恥かかせといて、ただで済むと思ってねえよな。ええ？あ、切れてる？いやいや、まさかこれくらいで、そんな。これくらいなんかな。ぶっ殺す！ぶっ殺してやれ！いやー！逃げんじゃねえ！待てよ、おら！こうして冒頭につながるのだった。あー、これはかすみちゃんが悪いわ。うん。もう、誰がどう見たって大体の人はかすみちゃんが悪いと思うわ。うん。戦争だ、戦争だ、戦争そう。ちくしょう、このままじゃすぐに追いつかれちまう。何か逃げるためには、何かどうでもいいけど、こういう逃げ芸のイベントの時ってなんでこんなに廊下って長いんでしょうね。あと自販機多すぎる、鉢植え多すぎる、段ボール多すぎる、多すぎだらけです。そうだ何これ、あかり、え、あ、ラインかこれ。
あかり、あかり、今すぐトイレの前に来れる？あかり、早く見て。まさに今おトイレナウだよ。いや、エッチ、ふざけな。よく言えばユーモアだけど、今そんなところじゃないわっていう感じです。ふざけ、ふざけてる場合じゃねえの。焦って、ちょっとごじとるだよ。よくわからん言葉になってる。え？髪ほどいてトイレの前に立てて、お願い。ブーラジャー。おっさんや、中身おっさんじゃないのか、あかりちゃん。よ、よし、これでなんとかなるかもしれない。どっちに逃げやがった。そっちか、観念して捕まれ。